はい、今回はファミコンソフトの、おにゃんこタウンをやってみたいと思います。ちょっとルールとか全く覚えてなくて、コピーライトでポニーと書いてるんで、ポニーキャニオンなんですかね、メーカーが。ちょっともその辺までもわからない。で、なんとなく、何でしたっけ、平安京エイリアン的な感じだったと思うんですけども、やってみたいと思います。何が目的なのかな。これ一応今開けたんですけど、豚。おお、進みっぱなしかこれ。こう勝手に手を離しててもこれもう動いてるんですけどね、これ。で、ここでボタンを押すとこうマンホールが開けられるというか、これでね、多分あの犬をはめるんでしょうね、こう。まあ、なるほど。蓋はしないでいいんですね、あの平安京エリアみたいにね。お、なんだこれは。おほほ。怒られてる。と、めっちゃ、追っかけられてる。とりあえず、魚を取った。ん？あいつは味方なのか？なんか、猫っぽいですけどね。ちょっともう、わからないんで、ちょっと無理はしないで。操作、えらい追っかけられてるよ、いろいろから。ちょっと怖いな、これ。で、家に戻るのかな？もしかして。マンホールの蓋開けたかった。自分の家がどっかわからんくなった。あれかな、ほっ、あのここっぽいね、ここっぽいよ、ここっぽいけど、これで違うかと死ぬで。うわっ、違うやん。ははは、まだ右上に今魚あった。これ結構難しいですよ。さっきの魚はもうダメでしょうね、多分ボタボタに合ってないでしょうね。取り直しか。今、右上にありましたね。あら、ないなぁ。ランダムで変わるのかな？そしてあの、子猫みたいなやつは、どういう敵なのか、もしくは何か意味があるのかは、ちょっとそれもわからないですね。結構マップ、あった。マップ広いな。でもこれでまた出てくるんですよね。あの、魚は、魚ちゃうわ。魚の主人が、ほら。でしょ？これでまた、何箇所も同時にするっていうことかな。なかなか無茶を、なかなか難しいこと。うわっ！ちゃう。飛びたかったんじゃないの俺は。蓋を開けたかったんや。あ、ボタンが間違ってるのか。ちょっともう一回やってみよう。あ、なんか、宝石みたいなのある。あれは何でしょうね。とりあえず、奴らをね。あ、自分頑張った。難しいなぁ。これはクリアできる気がしないなぁ。あら、あ、もう完全にやっぱ集中力切らしちゃダメですね。ちょっとまたリベンジしたいと思います。